サッカー界も年々若い女性サポーターが増えてきている中、普段どんな格好でスタジアムに行っていますかという質問が多く寄せられました。各チームユニフォームカラーが普段着ないような派手な色になっているため、試合を見に行きたいけどどんな格好をすればいいのかがわからないと困っている女性が多くいるみたいです。そこで今回の企画は、各クラブの美人サポーターに聞いたユニフォームおしゃれコーデを見ていきたいと思います。イエイ。それでは早速参りましょう。各クラブのユニフォームおしゃれコーディネートはこちら。
こんにちは。ヴィッセル神戸とヴィッセル神戸のユース出身選手を応援しているこちらです。ユニフォームコーデを紹介したいと思います。身長は170センチです。着ているユニフォームはヴィッセル神戸の今季のオーセンティックユニフォーム、サイズは XL です。ヴィッセルのユニフォームは基本タイトな作りなので大きめを選ぶようにしています。サインも入れてもらっています。ユニフォームコーデを考える時のポイントが2つあって、1つはユニフォームを引き立てるコーデと、もう1つはどれだけ寒い時期であっても現地で応援するときはユニフォームの上に何も羽織らず選手のようにユニフォームのままで応援したいということです。黒が好きなので全体的に黒でまとめています。今の時期まだ寒いのでヒートテックの長袖であったり、スカートの中はしっかり分厚いタイツを着込んでいたり、お腹周りは軽回路で囲まれています。身長が高いので足首までしっかり隠れるような長いスカートを持ってくるとスタイルアップして見えるかなと思っています。黒でまとめると全体的に引き締まっては見えるんですけど、どうしても暗くなりがちなので靴でワンポイント持ってきました。これだけでも気に入りなんですけど、それでもどうしても寒いっていう時は上着を仕込みます。上着をウエストに巻くだけでお腹周りがしっかり保温されるし、重心が上がってスタイルアップして見えるのでお気に入りです。基本開幕戦から最近の試合の応援はこんな感じでしています。以上です。ジュビロ磐田を応援してますナナと申します。今日は私の観戦の時のコーデを紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、今日磐田のホームセンなので今日のコーデを紹介したいと思います。今日3月半ばで結構暖かいので半袖にもスラックス合わせました。寒い時は中にユニフォームの中に黒とかのインナーを着る時もあるし、冬とかは中にパーティーセットとか着ることが多いです。で、向かう時はさすがに寒いのでライダースを羽織っていこうかなと思います。現地着いたら私はこういうアウターとかは全部脱いでユニフォームだけにします。こうやっぱ誰推しっていうこの背番号も見せたいし、こう会場の雰囲気とかもユニフォームやっぱ出していくとこう一体と一体感とかもあって楽しめると思うので、私は割と全部脱いじゃいます。あとはタオルを巻いてまた持ってって現地で巻くんですけど、なんかおそらくこれマフラータオルなんで、こううまく巻くとこの番号が前に来るようになるんですけど、私巻き方が分かんないんでいつもお肩にかけて、とか暑さ対策で紫外線対策とかでこう頭にかけるたりもしてます。で、体調結構眩しいんで絶対サングラスは、でサングラスかけると結構見やすいんで持っていくといいかなと思いました。現地ではこういう感じです。では、モーワンコーデ紹介させていただこうと思います。今回はユニフォームとレギンスを合わせてます。上がダボっとしてて下がぴったりめって感じですね。
私普段からこういう格好をよくするんですけど、上が大きくて下がちっちゃいっていうのを気にするんですけど、こういうのをしたくて、私普段 M サイズの服を着るんですけど、ユニフォームは XL、 2サイズができる XL にしてダボっとして、でこう長くなるので、気になるお尻とか気になる部分が隠れるぐらいの丈を出してます。でタオルを巻いて、で、まあ、持ってくだけいつも持ってくんですけど、帽子ですね、帽子をかぶったりもします。風強いと飛んでっちゃうんで、まあ、かぶったりかぶなかったりって感じなんですけど、折りたためるような帽子を持っててもいいのかなと思います。私は結構こうカジュアルめというか動きやすい格好をよくするんですけど、靴とかももうヒールとかじゃなくてスニーカーとかで行くことが多いなと思います。人が結構多いので動きやすい、歩きやすい格好で行くのがいいかなと思います。ここで紹介ありがとうございました。少しでも参考になると嬉しいです。ぜひ、推しのユニフォームを着てサッカー観戦を楽しんでください。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、加藤彩乃です。ということで、私はユニフォームの着こなしグランパスバージョンでご紹介していこうと思います。ユニフォームを着て会場に行くとき、どんな組み合わせにしたらいいのって迷う方いるかなと思います。グランパスの場合はですね、これ去年のなんですけれども、基本的にオレンジ、黒、赤、白が入ったデザインのユニフォームがほとんどです。あとは限定で黄色とかキーパーのユニフォームだと違うお色味なんですけれども、基本的にはこの赤がメインカラーなので、赤に近いような色を基調としたユニフォームがほとんどです。合わせるボトムなんですけれども、本当に困ったら絶対黒がおすすめです。黒、白、デニムが特におすすめかなとは思うんですけれども、やっぱり他のチームもチームカラーがあるので、相手チームのチームカラーと被ったりしたら、なんやこれってなってしまうので、基本的にはもうユニフォームがメインで、ちょっとサブな感じで組み合わせ、無難に組み合わせていただくのがいいと思います。黒は黒でもね、たくさんボトムも種類があると思うので、こんな感じでショートパンツだったり、黒のロングスカートもすごく可愛いと思います。スキニーのパンツだったりフレアパンツも合わせてもスタイルすごくよく見えるので、スタジアムで注目の的になっちゃうかもしれないですね他のコーデとしてはシンプルなコーディネートにはなるんですけれども、こういった白デニム、ブルーデニムもおすすめですし、ちょっとグランパスの場合だと淡いブルーがちょっと私以前着たことがあってあまり合わなかったかなって思ったので、濃いめのデニムの方がいいのかなと思います。あとはロングスカートとかもあっても全然大丈夫です。こんな感じでベージュとかだと落ち着いた雰囲気にもなりますし、まあ無地だったりっていうのも全然いいと思います。ただちょっと長いスカートだとスタジアム段差になっているので、裾を踏んだりしてこけないか心配なので、そういうところだけ注意してください。同じように靴もヒールとか履くと段差が急になっている部分もあるので、転倒してしまうと大変危険なので、私は絶対にスニーカーを履いていくんですけど、とにかくスニーカーがおすすめだとは思います。スタジアム内ね、グルメとかいろいろ歩くことも多いと思うので、ヒールだと結構疲れちゃうのかなって思います。ぜひスニーカーで行ってみてください。そしてですね、冬の場合、私今ちょっとヒートテック着てるんですけれども、ヒートテックでも全然大丈夫です。すごいおしゃれだなと思ったのは白のタートル、後輩が着てたんですけど、これもおしゃれだと思うし、パーカーとかこんな感じで着てみても、薄手だったらユニフォームの中にも入るので、着て
ても可愛く着れるかなと思います。冬場本当にスタジアム内外と一緒なので寒いので、もう上着着ちゃってユニフォーム見えない代わりにタオルを巻いてグランパスファンだよっていうアピールはもうユニフォームじゃなくてタオルとかだけでしてる時もありました。現地に行ってからアウターは脱げばいいやなんて思って半袖で行ったりすると結構寒いので注意してください。また番外編としてこういった感じでチェックのスカートとか全然無難な感じだったら合わせても問題ないので、黒や白じゃつまらないっていう方はこういうね落ち着いたお色味のスカートとかだと全然合わせても大丈夫だと思います。他のチームのユニフォームの方とかだと、ま、このユニフォームの中に入ってるお色のボトムス着れば結構相性はいいのかなと思うので、こんな感じでコーディネートしていただけたら見た目もすごく可愛く応援もしたいなっていう気分になれるのではないかなと思います。やっぱりねユニフォーム着てスタジアムに行くっていうのも観戦の一つの楽しみだと思いますので、ぜひこんな感じで参考にしていただけたら嬉しいです。ということで以上加藤彩乃でした。ありがとうございました。私のコーデはこちらになります。今回は春コーデにしてみました。サッカー観戦は駅からスタジアムまで歩いていくことが多いんです。なので高いヒールではなく低めのブーツやスニーカーがおすすめです。またキックオフの時間が遅いと春でも夜は肌寒くなります。なので風を通しにくいレザーのスカートにしました。レッズのユニフォームは赤、黒、白のカラーリングなので他のチームのユニフォームよりは服と合わせやすいと思います。白黒の服と合わせると統一感もあり、 G ジャンもユニフォームと合うためおすすめです。みんなでおしゃれしてレッズを応援しましょう。いかがだったでしょうか。どのクラブのサポーターも明るい色のユニフォームカラーを見事に着こなしていましたね。日本代表のサッカーはもちろん地元のクラブを愛する女性サポーターもとても素敵ですね。初めてのスタジアムはちょっぴり緊張したり怖かったりすると思いますが、スタジアムに足を運ぶと一緒に応援できる仲間がたくさんいたり、スタジアム内もいろんなイベントをやっていることがあります。サッカー自体のルールをあまり詳しくわからない方でもぜひ一度スタジアムに足を運んでみてください。この動画をきっかけにスタジアムに足を運んでみたい、サッカーを応援したいという女性が一人でも増えればいいなと思っております。みんなでサッカー界を一緒に熱く盛り上げていきましょう。今日の動画はこれでおしまいです。 We are レッツ